ラオケボックス行ってた学生が感染したのかもしれない。マイクとかから感染しちゃいそうだよね。マイクとかさ、結構唾が溜まるから。だからさ、うん、学校休みに行ってさ、高校生がカラクルボックスで遊んでて、それが感染してきたのだったら、安倍大打撃だよ。もう今これ、記録撮ってるからさ。撮影中だから。あれね、あれ。わざと言ってんじゃねえよ。安倍の野郎とか自分で言ってるし大倉大臣本当にこれそのまま編集するの。すごいよ、もう なんだっけ新緑が出てきちゃってる。新緑？一匹ウグイスがいるね、どっかに。近づいてきちゃうから、映んないよ。Thank you.